シベンゾトリアゾールは有機合成においてアミド結合生成反応に常用される主役の一つ。通常、ホブトまたはホブトと略される。有点摂氏158度の白色結晶で分子量は135.13 13。CAS 登録番号は2592から95から2。ホブトの構造アミド結合生成反応、特にペプチド合成において カルボジーミド系の縮合剤と併用して用いられる。カルボジーミドだけでも反応は進行するが、ホブト大一投量を用いることによって反応速度は向上し、アミノ酸の場合ラセミカも抑制できる。特にラセミカを起こしやすいフラグメント縮合の場合でもホブトを加えることでかなりその度合いを軽減できる。これは対象酸無水物から、 適当な反応性のホブとエステルを経由し、これがアミンと反応して、アミド結合を形成するためと考えられる。カルボン酸、アミン、カルボージーミド、ホブと大一等量ずつ、適当な溶媒に溶解して、室温で攪拌するだけで、多くの場合収率よく、アミドが得られる。反応終了後、ホブとの除去は、水ではなく、飽和重曹水などで洗浄する必要がある。 ホートの構造無水のホブとは、爆発性があり、有点近くまで加熱すると強い爆発を起こすことがある。大量に、高温で使用するときには、椅子や獲物を用いるのが安全である。ありがとうございます。